どうも、かげやんです。今日はですね、好きな嗜好品ということについてお話したいと思います。好きな嗜好品3つですね。まあまあ皆さんというか大体こういう方多いと思うんですけども、当たり前のようなことを言うだけなんですけども、一つがコーヒーですね。嗜好品として僕は好きなのはコーヒー、毎朝、飲みます。ほんで、お酒ですね。お酒はまあ週2日飲むと。で、アイスクリームということで、この3つがこう僕の嗜好品とこうなっておるんですけども、これがね、一つ一つしっかりこう買うところがほぼ決まっている状態ですね。一つコーヒーに関しては、ドゥーシーボーというね、コーヒー店があるんです。喫茶もできるんですけども、そこのコーヒー豆を、買っています。それは、基本的に途切らすことなくずっと最近はね、買っております。で、まあ、うちの父親がね、買いには行くんですけども、朝ね、このコーヒー豆を、ミルに入れてですね、で、コーヒーの粉にしてですね、あったかいお湯を入れてこうコーヒーを入れると、これがなかなかこう僕の朝のルーティンになってますけども、で、このコーヒーを飲むとやっぱり美味しいんでね、あ、うまいなと思うんですね。コーヒー飲むだけでいい気分になれるという、朝からね、そういうようなコーヒーですね。だからドゥーシーボーがある限りですね、そのコーヒーのコーヒータイムはずっとやっていくでしょうね。明らかにね、その普通に売ってるところのコーヒー豆というか、コーヒーのその粉とかとは全然違うように僕は感じます。うん、美味しいですね。あれはなかなか、一回あれ飲んでしまうとね、なかなか他のものに変えにくくなるぐらいこうインパクトのある、コーヒーですね。ドゥーシーボーというコーヒー店です。瀬田店のね、コーヒーのコーヒー豆で、お酒で、お酒に関してはですね、僕はリカーマウンテン、リカマンで、買うようにしています。それも近所のリカマンで基本的にも買うようにしています。だからまあまあ、店員さんとかもね、結構こういろいろ教えてくれることもありますしね、まあまあ、顔もね覚えていただいている店員さんもいると思うんですよね。だからまあ、行きやすいのと、まあまあ、やっぱり我慢でこう買うっていうのと、あとその同じところで買うことによってこういろんなことを、変化も分かったりすることもありますし、まあまあ、僕はそういうふうにしてます。で、ネットで買うっていう方法もあるんですけども、基本的にネットでは、ネットの方が安い場合もあるんですけども、リカマウンテンでなるべく買うように。まあ、たまたまね、スーパー行ってちょっとこう足りひんから買うとか、そういうことはまああるかもしれないんですけども、お酒を買う目的でこう動くときは、リカマウンテンの、近所のね、リカマンに行くように、こう僕はしているということですね。で、最後がアイスクリームなんですけども、冬でも僕アイスクリームを食べてるんですね。ほんで、夏はね、毎週シャトレーゼですね、シャトレーゼにこう行くんです。行って買うんですよ。で、毎週いうかね、アイスクリーム夏はね週2回ぐらい買いに行ってる場合もありますね。結構な量食べるんでですね、2回行ってる。で、シャトレーゼやっぱりそのコスパが最高というか、価格はそこまで高くない、結構安い価格でですね、で、美味しいというもん。まあスイーツでもそうやと思うんですけども、まあアイスクリームはやっぱピカイチかなと思います。スーパーで買うアイスクリームもあるんですけども、それと、シャトレーゼのアイスクリーム比べるとちょっと、レベルが違うかなという感じがしますね。で、だからなるべくね、こうどうせ買うんであればシャトレーゼで買うようにはしたいと思います。ただまあまあ、シャトレーゼ単体でこうあるんで、そこまでちょっと行かないといけないっていうことがあるんで、ちょっとそのもうスーパーで済ましてしまう、アイスクリーム買うのをスーパーのアイス売ってるアイスクリームで済ませてしまう場合もあるんですけども、やっぱりこうシャトレーゼ前も行きましたけど、やっぱ違うなと、やっぱり美味しいなと、こっちのアイスの方がうまいなっていうのがもう明らかなんでね、なんか、あれだけ違うと、ほんで値段がほんなに変わらない状態なんでね、なんでわざわざその違うところの買うんやっていうことになっちゃうんでね、やっぱりなるべくこう時間を作ってね、
シャトレーゼ寄っていきたいと。明日ですね、明日もまた買いに行こうというふうに考えております。ということで今日は嗜好品ですね、好きな嗜好品についてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。